ちょっと今日は告知をさせてくださいまずこちらうーんお前しつこいよと思うかもしれないけど9月26日に発売しますもっと幸せに働こうじゃなくて何だっけ名前も <laughs>、えっとそるを物に送る新しい仕事ですもっと幸せに働こう、えー、9月26日に発売しますぜひと読んでみてくださいそしてこの本のですね、えー、発売記念特ー,ーがあります10月1日にまずダイスブックセンターであります 東京駅から歩いて、どんぐらいですかね ?5 分ぐらいですかねえー、アイスブックセンター、もう3回目ぐらいですかトークショーやるのが3回目ぐらいだと思いますけれども、えー、ただこれ告知してるんですけれども、もう多分残席ないんですよね。えー、100名、えっ、ー、と、限定というか100名の会場で、確かもう、この花、さっき聞いた感じだと96だか7だかって言ってたんで、えっ、ー、と、もうこの動画を多分公開する頃には完売になっているとは思うんですけど、えー、すいません。それ以外 以外にもですね、10月5日に、えー、とジャンプ酒場、就営者さんがやっているジャンプ酒場で、えー、トークイベントをやらさせていただきます。このトークイベント、僕もまだよく分かってないんですけど、10月5日のジャンプ酒場のイベントはですね、昼の1時から2時半まで、えー、と1時間半ですかね。 えー、フリードリンクフード付きでサイン入り単行分付きで4000円だそうです、えー、まあ食べて飲みながら少人数ですねこれ50名しか入らないんで50名で食べて飲みながらあのテーブル囲みながら僕とお話しさせていただくような形になると思いますでこれ私だけじゃなくてえー、とコンサルタントで作家の佐々木誠さんと一緒に、えー、共演させて共演っていうか一緒に、えー 登壇出頭って言いそうになった。登壇させていただきます。なんで捕まんなきゃいけないんだ。えっ、ー、と、MV 佐々木。まあ、佐々木さんって僕のあの、実は中高の同級生で本も出されてる作家さんなんですけれども。 えーまあ、仲いいんで一緒にやらさせていただきます。でこれがですね、えー、基本的にそのファッションの話ではなくて、まあ、この本ファッションの話じゃないんで、ビジネスの話なんで、えー、この、えー、ジャンプ酒場のイベントはですね、せっかく少人数なんで、まあ、みんなでワイワイしながらですね、えー、ちょっとディープな話、結局トークショーって僕から多くの人にこうバーッと一方通行的に話をすることしかできないと思うんですけど、50人ぐらいで着席で飯食いながらだったら、多分双方向のやり取りできると思うんですよね。例えば エンビさんこれこれこれこういうこと始めたんですけどどう思いますかとか、えー、エンビさんの AGA は一体どうなってるんですかとか <laughs> まあどなんでもいいんですけどビジネスでもなんでも恋愛でもなんでもいいんですけどそういうことをいろいろ話ができると思うので1対1一対何なのかわかんないけどでも双方向的に話ができると思うんでいつものトークショーよりはかなりディープになると思っておりますなので興味がある方は少人数なのでちょっとお早めにお申し込みしていただけるといいかと思いますこの動画にリンク後でつけときますんで、えー、ぜひよろしければ、えー 押し込んでみてくださいそれ以外にもですね、実は結構イベントがあってですね、もう本当にね、大阪行ったり、福岡行ったり、新潟行ったり、イベントやったり、もう大変なんですけど、えー、と10月も、えー、相変わらずイベントがたくさんあります。えっ、ー、と、イベントがあ、13日は福岡でイベントがありますねで、16日東京コレクション、これはイベントだけど、えー、と関係ないかな。 あ、そうだ、月末には海外行かなきゃいけなくて、えー、26日はクロストーク、MB ラボのイベントだなあ、31日は名古屋でトークショーがありますね。NHK カルチャーセンターさんの企画で、えー、名古屋でトークショーをさせていただきます。トークショーっていうか、これセミナーみたいな感じになると思いますね。なんであ、10月意外とイベント少ないかな。1日と5日と、えー、公式のイベント13日と、えー、31日。 あ,あ、27もあるかも。うーんって感じですね。ちょっとイベント、10月少なめだな。9月本当に毎週イベントあったんで、えー、死ぬかと思いました。<laughs> 10月そんな感じでイベントやりますんで、まず1日、1日じゃない、5日のジャンプ酒場ですね。興味ある人はぜひ来てみてください。えー、っと、 ま、基本この本の話もするとは思うんですけれども、なるべく皆さんと対話できるような機会を作ろうと思ってますので、ぜひ期待していてください。そして、え、YouTube なんですけど、ま、YouTuber MB としてですね、活動し始めてから、え、今の段階で3日目なんですけれども、3日目にして登録者数、チャンネル登録者数が3000人になりました。ありがとうございます。 えっと なんか、その、一日千人ペースで増えていって、非常にありがたい話です。えー、今後も面白い動画を上げていこうと思いますんで、ただまあ、面白いのはね、あの、芸人さんだったりとか、面白い YouTuber さんとかいっぱいいらっしゃるんで、僕が別に面白いこと言うことはないと思いますし、エロい話をすると YouTuber に、YouTube にバンされてしまうと思いますので、私はハウツーでちょっと皆さんの役に立てるようなことと、まあ、あとは日常的なものをアップできたらなというふうに思っております。大体一日二回ぐらいのアップを予定しておりますので、期待していてください。 ではまたお会いしましょう、m b でした。今日はあんまり中身なくてすみません、また会いましょう、バイバイ、10月5日来てね。